はい、2年ぶりの、燻製を、今こしらえてますね。今着火しました、こんな感じですね、こんな感じです。ですね、輪切りの桜、山桜ですね。それから切った時に出たチェーンソーの粉、おがくずですね。それを敷き詰めて、約7キロの肉を、下げましたね。香辛料に塩、香辛料で、冷蔵庫に2日間つけておきました。今から着火して5時間ほど蒸してですね、鹿の燻製を作りたいと思います。あばらのところのバラ肉やら細切れ肉ですね、いいところを取った後の肉ですが結構ありました。綺麗ですね。こういう感じになります。この寸胴鍋のステンレスですね、なんか大豆を煮る鍋らしいですね。豆腐屋さんにお勤めの方からいただきましたね。引っ越す際に古いので新しいのと買い替えるということで、2つを溶接してですね、作ってくれました。感謝ですね。よいしょ。で、ステンレスで中も作ってありますので、はい、閉じましたね。もう開けませんね。今から5時間かけて燻製を作ります。ご視聴ありがとうございました。